めちゃめちゃ下手くそです。さすがにやばいなと思って、休みの日に仕事と一緒の作業をしてますね、家で。ひたすら明るい人やなと思ってますね。めっちゃいい上司。お客様にすごいご迷惑をかけるやんか。すみません、これは私の経験です、今までの。特殊清掃っていう仕事自体に何か興味を持ったのがきっかけでした。皆さんこんにちは、関西クリーンサービスの太田です。本日、新人スタッフに来ていただいておりますので登場してもらいます。どうぞ。関西クリーンサービスの久喜です。よろしくお願いします。お願いします。今日は、はい、いろいろとこう指導をさせていただこうかなと思いますので、はい、本日はよろしくお願いします。お願いします。まあ、今日は新人の久喜君に来てもらってるので、しっかり指導していきたいなと思っております。どの現場でもそうなんですけども、まず流れっていうのを覚えてもらう。で、仕分け、で、まあ、持ち方であったり、動線加工であったり、お客様に対しての礼儀や、まあ、マナー、まあ、そういったところですね。で、まあ、最終の着地としては、もうお客様にも喜んでもらえるサービスを作業していきたいと思っておりますので、まあ、しっかりちょっと指導しながら作業していきたいと思っております。はい。では、ちょっと流れで家の中を確認しながら行くので、はい、一緒に行きましょうか。はい。はい、どんな家やろうなって想像しながら入ってるのはありますね。住居自体がそんな古い、めっちゃ古いっていうわけでもなかったんで、入って結構やなっていうのはありましたね。どうしてもここ出入り、一番出入りする一つの入り口出口なんで、はい、要は動線ですよね、はい、まずはここを片付けていくっていうのと、でこっちの部屋は、まあ、キッチンになるんだけど、はい、いるものが、はい、まあ、この今詰めてもらってる弊社の暖房ですね、でここはレンジとレンジ台を残す、はい、で新聞があって、結構紙系がパッと見多いんで、はい、そこはしっかり分別教えていきながら作業できたらなと。やはりお見積もりの時と作業する当日っていうのは、はい、多少誤差出ると思う。実際段ボールとか送ってるわけで、はい、いるものとかを分別してやってる、はい、朝一そういうのを確認しているものとか避けながら作業するので、はい、まずはそこを確認して作業していきましょう。はい、はい、ちょっと暑い日続いてるので、しっかり水分補給、休憩も取りながら作業したいと思いますので、本日もお願いします。お願いします。どうぞ。お願いします。はい、で、あ、はい、誰もがみんながこう一番来る場所、やっぱりここ綺麗にしといた方がやっぱり搬出もしやすいですし、気持ちも全然変わってくると思うんですよ。だからまずはここを綺麗にしよう、動線を綺麗にしようっていうところです。はい、これ使ってないでしょ。なんならもう中一切ください。中一切これとこれだけ残して、はい、あと全部処分してしまいますね。はいはいはい、もらいましょう。ちょっと重たいね。はいはい、こうやってね、はい、レンジを置けただけでも、はい、だって小銭がすごい出てきてる、お金が、はい、もちろん貴重品になるので、はい、この辺はしっかり分けてお客様にご賓格で、はい、はい、お願いします。ちょっと手間かもしれないですが、大事な作業なんで、はい、はい、お願いします。めちゃめちゃ下手くそです。関西クリーンサービスに入ってから結構自分の部屋を片付けるようになりました。さすがにやばいなと思って、休みの日にゴミ袋にちょっとずつ自分で仕事と一緒の作業をしますね、家で。お客さんに、はい、もう一回聞いて、はい、この辺の食品とかも、はい、いるいらない、もう一回確認しようか。はい、
すいません、お父さん、はい、こちらのテーブルの周りも大丈夫だということで、テーブルごと大丈夫ですかね。はいはい、ただもう処分で、はい、わかりました、お願いいたします。はい、お客様すみません、この椅子の上に置いてあるマットは、それも入れます。あ、はい、わかりました。中身は資源ゴミなので、はい、しっかり分別だけで、あんまり汚れてるとか濡れてるやつは、はい、あのリサイクルしにくいので、はい、それはもう処分でいいです。はい、わ、はい、かりました。はい、いらっしゃいませ。あ、その腰痛めるで、あ、それ危ない。あ、こういう、はい、次はね、こうですか。ちゃちゃちゃ、こう、はい、こい、腰出して、はい、こうすんね。はい、ひたすら明るい人やなと思ってますね。キャラはすごい濃い人ばっかりなんですけど、面倒よう見てもらえてますし、すごいあの話もしやすいですし、あの働く環境的にはすごいいいんじゃないかなと僕は思いますね。ジャンププラスでやっとったルートエンド、まあ、特殊清掃っていう仕事自体になんか興味を持って一回やってみたいなって思ったのはその漫画がきっかけでした。 YouTube で検索して一番上に出てきたのが関西クリーンサービスやったんで、はい、そこから動画見させてもらってここにしようと思って入ってきました。 3,4 年はあのやりたいな、やりたいなって思いながらその仕事をしとったんで、まあ、すごい毎日充実してますね、今は。そうですね、まあ、こういう現場入らせていただいたのは、まあ、まだ少ないんで、すごい虫とか蛇が謎に占めていただいたとか、そうです、結構驚くことが多いです。でも頑張って綺麗にしていきたいなって思ってます。はい、家具でもそうなんですけど、上の持ち手の人にまず傾ける。はい、持ちます。お互いこういう持ち方すると膝すごいフリーになるじゃないですか、うん、運びやすいんです。はい、持ちます。はい、まあこういう感じで運び出しをします。こうなると赤いんじゃないですか、まっすぐ乗ったら。だから斜めにするとすごいフリーになるんで、すいません、太田さん、ちょっといいですか。いいですよ。すみません、あとここの分ってどうするんでしたっけ。あれ、ここ残しちゃなかったっけ。あれ、あ、そうでしたっけ。ちょっと朝確認したんですけど、ちょっと忘れちゃって、どっちやったかなと思って。まあ、ここは残します。はい、一応再度確認っていう意味で聞いてもらってもいいねんけど、はい、俺ももし忘れてて、はい、処分ちゃうかったっけって、はい、いうので処分してしまったら、もう戻ってこない、ね、ないし、お客様にすごいご迷惑をかけるんか、はい、今回は量が量で多いし残すものもあるので、お客様ずっといていただいてるわけやんか、はい、そうですね、はい、ならできればお客様がいらっしゃるのであればお客様に確認を取ってください。いない場合は朝しっかり確認して、はい、あの忘れないように自分らで分かりやすいようにテープ貼らにするっていうことをしてください。はい、すいません。もうこれはもう私の経験です、今までの。はい、やっぱまあ怒られとってやっぱシュンってなることもやっぱありますけど、めっちゃいい上司、怒る時と怒らない時の切り替えがめっちゃしっかりしてるんで、怒ること怒ってその後はしっかりあの普通に喋ってくれるんで、それはすごいありがたいですね。
いやー、やっぱりね、私たちただただ片付けるんじゃないので、お客様から笑顔でありがとうっていう一言をいただける、本当にすごいっていう言葉もいただけるようなサービス作業を心がているので、どうしてもこうチームで動いて、誰かが一人がそういう、例えばいるものを捨ててしまったりすると、もうそこでお客様の信用信頼っていうのが失われるじゃないですか。一歩踏み出して弊社に相談していただいて、こう実際作業をさせていただいて、やっぱり頼んでよかったって結構ボロボロと泣かれるお客様いらっしゃるので、もう私それ見るだけもすごい嬉しいんです。やっぱり無事に終われたっていうことで、ね、お客様に感動していただくっていうところが、まあ、本当にこの仕事をやっててよかったなっていうところもあります。はい、そうですね、まだ入ったばっかりなんでやっぱり迷うものはありますね。もうそういう時はもう先輩方に手を止めて教えていただくしかないですね。まあ、厳しく言っていただいた方が気持ち的にもしっかり覚えないといけないっていう気持ちになれるので、僕はそっちの方がいいです。結構ずっと楽しいんですけどね作業前と作業後の写真撮らせてもらうんですけど、やっぱその後の写真を撮った時はやっぱ気持ちいいですね。あの物が一気に全部なくなったっていう感じなんで、綺麗になったなって思う時が一番達成感がありますね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もっと大変な現場がこれからもどんどん出てくるのかなっていう感じで、修行あるのにだと思ってます。まあ、結構率先して片付けしていただいたりとか、お客様にも、ね、確認していただくシーンありましたので、頑張っていたかなと思います。はい、やっぱりまだまだ覚えることはたくさんあると思うので、みんなに一人前になったなっていう言葉を言っていただけるように頑張りたいです。はい、頑張ってください。ありがとうございます。あのこれからもこちらは福木さん追いかけていこうと思います。はい、はい、行きましょう。はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。